ホームセンターでキー買ってきて、切っちゃった。すごい木の粉。マスクしてくださいね、マスク、うん、あ、やばい、穴でかい、ちょっとでかいな、これ。こんにちは。すごく大丈夫？え？いや、全然ダメっすね。ヤスリがないから、うわ、ちょっと。
で読めない。すぐなくしちゃうんだよな。すぐなくしちゃうっていうか、すぐどこ行ったか忘れちゃう。あれ、さっきのどこ行ったっけ。あれ、木どこ行った。作ったやつ。マジなくなった。なんで。汚いな、お前は汚いんだよな、ね、これできんのか。よいしょ。ガソリンマークみたいな。ガソリン、要は充電がないってこと？え、充電なくてもコンセント挿してればできんじゃないの？この通りに入れてチェック。あ、あ、
これを充電して入れて、この下の台座みたいのでガチャン。台座みたいのないんだけど。全然。できない、もういいや、このままでいいか。よくねえよな、これどうしよう。こっちだけちゃんとやりたいんだよな。ドア開けた時外から見える方、こっち、こっちね、こっちこう、ドアがこうあるから、こっちだけね、こっちはいいんだけどさ。いやー、こっちまっすぐにしちゃったな。こっちの方が綺麗なんだけど。失敗した。あ、こうやると綺麗なんだよ。ここでバチンと止めたいんだよ。どうしよう。いや、すごい綺麗、今すごい綺麗だ。ほら、止めたい。いや、無理。なんでごめん。いや、どうしよう、参ったな。ここはもう無理だな。綺麗に行かないし、行くか、これ。あ、ここでいいな、これ。もうすぐ外か。うわ、外見切れ。うわ、ここで行きたい。ここでバチッと。どうする？行け？行け。行かないじゃん。出ないの？これもしかして。出るじゃん。なんだよな。どうすんの俺。せっかく買ったのに。いっか、とりあえずここを穴開けるか。この辺はね、もう見えないから。見えないからとか言いながら、見えるところもそんな綺麗にしないけど。投げるかな。これをこっちこうだから、こう。こんな感じ。
ね、穴がよいしょ、斜めに止めるか。あ、こっちか。ここちょっとブカブカじゃん。こっちで行くか。ダメじゃん。全然ダメじゃん。全然ダメじゃないですか、これ。ここ。でも3つ止まってりゃいいか。止まってる？ではいい気がする。適当。適当ですから。適当が一番です。おお、いいね。これはちょっといいね。ぴったりだ。からぶら下げるやつ買おうかな。そうだよな、俺、ほんと適当すぎる。よいしょ。あ、ここはやっぱあれか、こうするしかないか。しょうがない。もういいんじゃないの？充電が満タン。これ何これ？あ、これあれか、こう。わかんない。いける？ガチャン、ガチャン、ガチャン。いけねえ。ふぅ。じゃ、とりあえずこんな感じ。今度取り付けます。運転席側だけね。みんなに
なんで運転席側だけなんだよ、じゃちゃんとやれよって言われるんだけど、見えるとこしかやらないタイプだから。ドア開けた時にさ、こう運転席側だけ生地貼ってスピーカーついてれば、あ、助手席も絶対やってるでしょって思われるでしょ、大体の人思う。箱いらねえ、いるか、できねえんだけど、なんなの俺マジで。クレームだな。クレームなのか、俺の使い方が悪いのか。この燃料ランプは何なのマジで。電池マークじゃないんだよ、燃料マーク。3.5V。そもそもこれ家庭用電源じゃない？あ、すげえ蚊が入ってきた。あれ、ない。まあ、ちょっとまた、ちょっとまたって言って今10秒ぐらい経って気づいた。これ電源、これ差しっぱだと無理なんだ。今外してさ、壁にやったら壁にガチャンとか言って、あいて、え？できる。でもなんか飛んできた。何今の。怖いなこれ。本当あれか、メガネみたいのしなきゃダメなのかな。こう手やっちゃった。うー、怖い。うわ、すごいこれ。超いいじゃん。何これ。これさ、シートとかさ。わ、これ何でも作れちゃうじゃん。楽しい。え、これいいよ、これ。これシートとかさ。シートとかなんだよって感じだけど。これ何でもできる。うわ、すごい。え、これ超楽しいじゃん。で、ここで。うわ、すっげえ、これ、マジで。楽しい。なんか振動来るだけ。やっぱ生地切んなきゃよかった、ちゃんと生地ちょっと。いや、これ上にシワ読んのかちょっと残念だな。切るか、こういうのやりたくないんだよな、切るの。
ダサいから。あ、でも綺麗に切れた。あんま分かんなくないこれ。分かるか。それで。うわ、これ超楽しいじゃん。これおすすめ。うわ、こっち切んなきゃよかった。短いと指やっちゃいそう。全然見た目綺麗じゃねえけど、こっちから見てまあまあ良ければいい。もういいっしょこれ。どうこれ。よっしゃ、これじゃあ、あ、ノリついちゃった。ノリついちゃったよこれ。ウェットティッシュなかった。ウェットティッシュ。水で濡らしてウェットティッシュにしてきた。ダメだから落ちねえ。なんか微妙だなやっぱこれ。あ